了解と承知の違い。よく耳にする言葉に、了解しましたと承知しましたがあります。どちらも分かったという意味の言葉ですが、敬意の度合いが異なります。使い方を間違っても強く非難されるものではありませんが、違いを理解して、次からは適切に使えばいいことです。例えば、了解しましたは、丁寧語にあたります。目下の人が使うことが多い言葉です。部下が上司から指示を受けたとき、部下が了解しましたと返答するのは適切です。ですから、了解しましたは同僚や後輩などに対してのみ使うようにします。一方、承知しましたは、謙譲語にあたります。目上の人に対して使うことが多い言葉です。謙譲語とは、話し手が自分や自分の側にあると判断されるものに対して、へりくだった表現をすることで、相対的に相手や話し中の人に対して敬意を表す言葉です。具体的には、部下が上司に明日の朝までに資料を作成しておきますという場合、謙譲語を使うと明日の朝までに資料を作成させていただきますとなります。このように、謙譲語を使うことで、話し手が相手に対して敬意を表すことができます。例えば、部下が上司から指示を受けたとき、上司に承知しましたと返答するのは適切です。また、メールや手紙などの文章で使う場合は、特に相手が目上の人であれば、承知しましたを使うようにしましょう。目上の人に対しての例では、上司、明日の朝までに資料を作成しておいて、部下承知しましたとなります。このように、相手との立場や関係性によって、適切な言葉遣いを使い分けることが大切です。